ライト級の3回戦アレッシャンドリ・フランカノゲイレ対門脇英樹戦、開始のゴングが鳴りました。門脇は打撃ですね、一発入れたいですね、まず右から。この難攻不落のチャンピオン、もう倒す相手は袖で来れないんじゃないかと言われているノゲイラに対して、唯一その取っかかり倒す手立てがあるとすれば打撃です。ワン・ツー・スリー、門脇追っていく。かつては阿部裕之のパンチにリングに倒れたことのあるこのノゲイラです。あれ以来ですよね、なんか別にそんなに打撃苦手にしてなかったと思うんですけどね、はい、ペケルの方が意識しすぎのような構えに変わっちゃいましたよね。しかしその後ステファン・パーリングとの勝負はドローで防衛に成功いたしましたノゲイラ。今回はノンタイトル、ライト級3回戦門脇を迎え撃つことになりました。そして試合間隔なんですが1年ほど空いたんですよね。そうですね、ハワイ大会にちょっと出場ビザの関係で出場が、はい、できなくなってしまったんで、その後9月のヨーロッパでの試合もプロモーション自体が中止を発表して流れてしまいました。さあ、まあ、その辺がどうやってどう響いていくか。ノゲイラにもね、パスさせていいんですよ、パスさせなくて、こうやって、あーっと、あー入ったか、入った入った、ギロチンだ、ギロチン、ギロチン、ロンドスリーパーホールド、門脇秀樹、あの上松に45秒で沈められたフロントスリーパー、対策はどうなっていたんだ、フロントスリーパーホールド入っている、どうだどうだ、表情が歪む、完全に入っているぞ、門脇大丈夫か、まだ動いている、もう抜けた、抜けました、抜けました、門脇抜いていった、あー、危ない危ない、ベストリーのブランクだって言ってたんですけど、そんなみじんも感じさせないですね。さあ、門脇、今ここから作るんですか、たが、この右腕を、あーっと入ってますか、あの不要意ですよ、入ってますね、入ってます、キロチン、フロントスリーパーホールダー、殿下のホールダー、横に曲がってますね、再び抜かれた、門脇の首を去ってきました、門脇をもう断頭台の杖と消えました。これはいやー、衰えてないですね。いや、衰えてない。門脇をこっからまた作り直して1本取れるっていうのは、いや、一番入りやすい技で、それで1本取れる強さですよね。これ誰でも仕掛けれるけど決めることができない、この技を決めることができるペケーニョ。最初は左でキャッチ、そして決まらないと見れば右にチェンジいたしました。1年ぶりの公式戦、ノゲイラ門脇を寄せつけず、フィニッシュはフロントスリーパーホールドでした。Ele fugiu,、ele fugiu ali, eu tava num jeito muito difícil pra apertar porque ele rodou, aí eu senti que tava meio tonto,、eu encaixei com o outro braço,、eu tentei novamente、porque era um golpe da manga,、era um checkmate ali pra finalizar ele, pro outro lado, eu encaixei nesse lado pra minar ele um pouco,、aí ele ficou meio minado, aí encaixei pra esse lado, um, dois, hit, ni.Não, é, minha expectativa era derrubar ele com tentar algum soco, algum chute,、mas não foi possível. Agora, eu espero outros lutadores、daqui pra frente. Eu espero ano que vem lutar 3 a 4 vezes、aqui no Japão.